はい、じゃあ皆さん、ですね、皆さんが持ってるこの紙で、花絵隊劇文の方から読みます。だから谷口さんは抜刀隊劇文のところを花絵隊で読んでください。はい。はい、で、はい、そしたら、ちょっと軽くね、俺の方で、読むからね。花絵隊劇文、我々無敵の突撃隊は、敵陣深く切り込んで、血しぶき受けて抜刀隊、大和魂貫いて、取って、取って、取り抜いて、勝って、見せます、日本一。以上っていうのを、みんなでね、一緒に声を合わせて言います。そう、だからそんな早くなくて大丈夫だから、なんとなくね、俺が言ってる感じの節についてきてください。じゃあ大丈夫？みんな OK かな？発声練習しなくて大丈夫？あーって大丈夫？じゃあ、座ったままやろ。はい。じゃあそしたら、花絵隊劇文からいきまーす。せーのって言うからね。じゃあ、せーの。花絵隊花絵隊気分我々我々突撃隊は敵陣深く切り込んで息吹受けて抜刀隊大和を貫いて取って取って取って取り抜いて勝って勝って日本一日本一以上以上じゃあ次がね、アラブ社隊劇文いきまーす。いきますよ。はい。の、アラブ社隊社隊劇文我々のアラブ社隊は、社隊は仁義にかける姿命をかけて、主人のかけた誓いをように勝って、勝ち抜いて、勝って、見せます。日本一。じゃあ、混合体劇部いきますよ。せーの。混合体劇部。混合体。我々、敵の混合体は、闇を深く火縄銃火薬の煙もうもうと居並ぶ豪傑よりすぐり勝って勝ち抜いてなってみせます日本一じゃあ次大魔神劇文いきまーす。せーの。大魔神劇文我ら無敵の大魔神荒れ狂う海を押し渡り前に押し出す大仏も狙いたがわず炸裂し雄たけび上げて突き進み取って取りまくり勝って見せます日本一じゃあじゃあ次裏行きまーす。あ、じゃあそうね、谷さん、神風隊ね、行きまーす。はい。の神風隊敵分風よ吹け波あれよ我々無敵の神風隊は親方様をお守りし、アシュラのごとく戦って赤い血を吹く無効傷、勝って勝ち抜いて追って見せます日本一じゃあ次騎馬隊劇分いきます。せーの。騎馬隊劇分我々無敵の騎馬隊は蛇紋天の旗のもと真っ先かけて前進し一番槍に輝いて取って見せます日本一竜神隊劇分いきます。せーの。竜神隊劇分
分。我々、無敵の隊は、親方様の命のもと、刀下げて切り込めば、骨は砕けて肉は飛び、攻めて攻め抜いて、勝ってみせます日本一。以上。じゃあ次、はやぶさ隊劇分いきます。せーの。はやぶさ隊劇分。我々、無敵のはやぶさ隊は、親方様をお守りし、名誉にかけて進み、血の一滴の枯れるまで、攻めて攻め抜いて、絶対なります、日本一。というのが8個の劇文です。そうだ、これをね、言えない人は心の中で唱えてもいいし、車の中でね、普通に言ってもいいし、もう大きい声出せる人はね、出してもらってもいいと思うんだけど、この8個自分の好きなやつをね、1個言ってもらうんだけど、で、これね、なんでこんなことをね、やるんですかっていうか、これって、まあ正直さ、これ最初見た人はびっくりするしね、なんじゃこの文言はと思うと、だってね、肉は砕けてるのか、骨は砕けてるか、肉は飛べるか、すごいって。でも、こういう普段使わない言葉を使ってると、本当に、まあ自分にとってね、すごく嫌味な人とかが出てきた時に言えるのよ、スラッと。そう、だからそういう練習にもなるっていうか、本当自然にできるようになるからやってごらんって信じて。やっぱりみんなは人生良くしたいんだったら、どっかで、切り替えなきゃいけないんだよ。そう、だからそれをね、ほら、なんかひとりさんのこの劇文っていうのは、それをね、させてあげると手助けみたいなもんだね。で、まあさっきも言ったけど、これ自体が言霊なの。だから心配しないで信じてやってごらん。それと、俺たちはこういうのって、100人に1人がやればいいと思ってるの。で、だからひとりさんもすごい面白くて、なんで100人に1人なのかなって、ちょっと不思議に思ったんだって。それを神様に聞いてくれたの、ひとりさんが。そしたら、このね、劇文をやる1人が100人を救うんだって。そう。だから、もう本当に、なんていうのかな、それを信じられる人はやってみてねって。まあ俺たちはこれ人助けでやってるから、だって普通この会社でさ、会社ぐるみでこんなことやろうなんて怪しいって思われるけど、何者でもないんだよ。それを、やっぱりね、俺たちは、やろうっていうのはね、そういうね、こうなんか心意気とかそういうのでやってるから、まあこれをやってくれた人、まあ今日ね、宇都宮にこうやってさ、十何人とかって来てたら、もうその人たちが一人100人救うんだから、千何百人でも最低でも救えるよって。それとさっきも言ったけど、浄化条例だから、本当に、何人ってよりね、もう本当に、ああいうのって何体っていうのかな、わかんないけど、そういうね、見えない霊の存在もさ、生きてる人も死んでる人たちも救うことできるから。そんな怖がんなくていいからね、本当にね。っていうのを信じてやってごらんって話です。で、じゃあね、ちょっと、あれ、どこだっけ、あった。このね、ちょっと一番最初に、勝ちどきの儀ってやつがあるんだけど、それをちょっと俺の方で最初に読むから、ちょっと練習しよう。勝ちどきの儀、この名誉ある騎手に選ばれし、喜びを全国の友に送らん。で、そしたら、一同勝ちどきって俺が言うから、そしたらみんなは一同勝ちどきで、このガッツポーズ作ってもらって、一同勝ちどき、えい、おー。で、俺が以上って言いますから、それを、ね、一緒にやってもらいたいんだけど、じゃあちょっと一通りね、ちょっと簡単に読むから、ちょっともう一回練習でね、やりましょう。いきますよ。勝ちどきの儀、この名誉ある騎手に選ばれし喜びを全国の友に送らん。一同、勝ちどき、えい、おー、以上。ということをね、最初にやります。で、ちょっとびっくりしないでね、俺ちょっとね、いつも最初が全力でいくから。それでも声が枯れるみたいな。じゃあ、谷口さんもね、ちょっと待っててね。はい。やりましょう。はい、皆さん、ちょっとね、で、これも何回も言うけど、この通りやらなきゃいけないもないし、俺たちは一応、日本っていう言い方もおかしいけど、一応なんていうかな、こういう感じでね、全力を出せばさ、本当に殻が破れるよっていう見本だと思ってやってるから、
一応そこはね、そういうつもりで見てもらえるとありがたいです。ただみんなは、この通りやらなきゃいけないこともないし、前に出てね、やらなきゃいけないことも強制でも何でもないから、それは覚えておいてね。で、それで、一番最初にね、代表鈴木達也って、近見ちゃんにいいから呼んで、俺のこと。そう、近見先生。代表鈴木達也。うん、呼んでください。そしたら俺が、おーって言うから、そしたらみんなはその後に続いて、おーって言ってください。OK？ 大丈夫？谷口さんもね、よろしくね。うん。お願いします。よろしくお願いします。いや。代表鈴木達也！おこの名誉ある騎手に選ばれし喜びを全国の共に送らん一度勝ち抜きえいえいおーえいえいおーえいえいおーよー始まりますはいでね、これで、じゃあ一番最初に、ちょっとね、私、やってみようかなって人いますか？その、一番やり、ここで読みたいみたいですよ。どうぞ。谷口さん、一番最後でごめんね。ズームの人は、はい。近道はやってみる？あ、いや、もちろん。何か読みたいやつをね、言ってください。そう。あ、いいよ。これ、大きいのやつあるから。何体？漢字でしょ？漢字、いや、聞いてあるよ。んアラム車体。アラム車体ね。じゃあ、これで読んでください。制覇していこう。あった、はい、はい、はい、こうだって緊張する、はい、はい、じゃあそしたら俺が呼ばれたい名前を教えてください、うん、呼ばれたい名前例えば、大島近見でもいいし、キラリでもいいし、近見でもいいし、何でもいいからその呼ばれたい名前で俺が呼びますだから代表近見とか、代表でキラリとか何でもいいから呼ばれたい名前を俺に教えてみんなもじゃあキラリキラリ、はい、じゃあそしたら代表、キラリーって言いますから、そしたら、そう、キラリちゃんが、おーって言ってたのが一番最初です。で、みんなもさっきと同じで言った後に、おー。で、そのおーを聞いたら、アラーム車体激分から始まって、OK ですか？すごいドキドキする。すごいドキドキする。大丈夫です。殻を破ってね。はい、できますよ。代表、キラリーやると気持ちいいからどう、うん、いきなりなんか近見ちゃんで終わっちゃったいやいやいいよあのね大きい声出さなくてもいいからねさっき言ったけど読むだけでもいいし読みますあいやいいんじゃない、うん、じゃあみっちゃんはいどうぞ、何体読みたいか言って、うん、だい、うんうん、やってないと思うんで、うん、やろうかな、はい、やりなやりな、はい、何体大魔神大魔神ね。はい。はい。はい。どうぞ、こっちこっち。いいよ、大丈夫です。はい、ね。ありがとうございます。で、呼ばれたい名前教えてください。みっちゃんね。はい。じゃあ、そしたら、代表みっちゃんって言いますが、そしたら、おーで、会場のおーの後に大魔神できるんで。はい。はい、いきますよ。はい。代表みっちゃんおーおー大魔神激分我々無敵の大魔神荒れ狂う海を押し渡り前に押し出す大筒も狙いたがわす炸裂し雄たけび上げて突き進み取って取って飛びまくり勝って見せます日本一以上Oh!
やるとすごいでしょ。いや、このね、人前に立つだけですごいんだよ。はいはい、どうぞ、ありがとうございました。はい、どう？ちょっと勇気を出してやってみようって。おー、いいな、かつきくん、おいで。かつきくんは初めてじゃないの？一回あるか。個人的に。個人的に、あ、そっか。おー、でも、ウィジンだ。で、何を見たい？竜人隊。素晴らしいです。はい、じゃあ、竜人隊。はい。じゃあ、呼ばれたい名前教えてください。湯沢克樹です。湯沢克樹。じゃあ、代表湯沢克樹って言いますか、その後、王で、みんなの王の後に聞こえるんです。はい。代表湯沢克樹おーおー我々無敵の やってみようかなーって人いますか？大丈夫よ。ちっちゃい声でも全然いいからね。あ、よ、いいじゃない、いいよ。何たいの？叶えたい。はいよはい。はい。これね。呼ばれたい名前教えてください。斉藤陽子さん。はい。じゃあそしたら、代表、斉藤陽子って言いますから、はい、おーって会場のおーの後に叶えたい。いきます。代表斉藤陽子おーおー叶えたい激文我々無敵の突撃隊は敵陣各切り込んで獅子吹き受けて抜刀隊大和を騙し貫いて取って取って取り抜いて勝って見せます日本一以上おー素晴らしいありがとうございますおめでとうございます類人だねあ、おめでとうございます初めてですよ、ね、素晴らしいはい、どうぞ参考お待ちしておいいよ、いいよ、どうぞ、どうぞあ、じゃあどうぞ何それ、歌うのはい、どうぞ、おいおいじゃあ、ヨコちゃん何をちょっと待ってねちょっと待ってねちょカメラがさはい、じゃあどうぞ、ヨコちゃん。はい。で、何隊？私、アラムシャ隊。アラムシャ隊、はい。で、呼ばれたいのは俺に教えて。キツネ塚。キツネ塚。だけでいい。オッケー。だけね。だけでいい。オッケー。じゃあ、代表キツネ塚って言いますからね。はい。はい、行きまーす。代表キツネ塚
そしたら、あのね、なんと、な呼ばれてるランナー。ランナー、わかりました。代表、ランナーって言いますから、そしたら、はい、O で、O の後に、これを。はい、いきます。代表ランナー O!波を荒れよ、我々無敵の神風隊は親方様をお守りし、柱のごとく戦って赤い血を吹き込む向こう傷、勝って勝って勝ち抜いて取ってみせます日本一以上。あ、素晴らしい、おめでとうございます。緊張した。はい、素晴らしいです。ありがとうございます。はい、じゃああといますか、やってみようかなって人。どういうよ、うん、あ、いいよ、あの大きいのあるから、うん、いいよ、何体読む？騎馬隊。騎馬隊、はい。はい、じゃあ騎馬隊、はい、じゃあこっち前。何、呼ばれたい名前教えて。あ、剣木教授ですか？剣木教授。剣木教授、はい、じゃあそしたら代表、剣木教授って言いますか、はい、O で、O の後に呼んでね。はい、行きますよ、はい、行くよ。代表、剣木教授、O!姿なさげて
切り込めば骨は砕けて肉は取り、攻めて攻めて攻め抜いてなってみせます、日本一以上。おお、素晴らしい、おめでとう、おめでとうございます、よかったよ、すごい。あとどうですか、どう、大丈夫、うん、OK。 じゃあね、谷口さんちょっとね、今会場の方に画面向けるんで、はい、あ、よろしくお願いします、お願いします、ちょっと待ってね、ちょっとじゃあ、はい、じゃあ今日ね、ズームで参加してくれてる谷口さんで、すいません、あ、すみません、はじめまして、谷口正夫です、よろしくお願いします。なんか外れた、ちょっと待ってね、はい、これだ、はい、谷口さんは何か呼ばれたい名前ありますか。谷口正夫でよろしくお願いします。はい、あ、ちょっとなんかごめん、音がなんか出なくなってきた、ちょっとごめんね、谷口正夫で、はい、あ、ごめん、ちょっと待って、なんかスピーカーの調子がおかしくなっちゃう、はい、ちょっと待ってね、ごめん、谷口さん、もう一回喋ってみて、うん、あ、はい、あれ、あ、なんか出ねえな、聞こえますか、これなんだろう、線抜けちゃったの、あ、大丈夫かな、あ、ごめん、もう一回、はい、大丈夫ですか、しもしも、あ、しもしも、もしもし、ちょっとごめんね、うん、はい、はい、いや、コードかな、さっきなんか一瞬抜けたんだよ、もうブツって言ってんだよ、ね、あ、聞こえる、あ、聞こえた、うん、大丈夫ですか、あ、聞こえた、よかった、ごめん、一緒でした、改めまして、はじめまして、谷口正夫と申します、よろしくお願いします、あ、本当、ごめん、はい、じゃあそしたら谷口さん、自分で呼ばれたい、あ、呼ばれたい名前なんだっけ、谷口正夫でいいのか、あ、正夫で、はい、お願いいたします、代表谷口正夫って言いますから、はい、そしたら、はい、読みたい劇文を読んでください、うん、はい、はい、よろしくお願いします、あ、じゃあいきますよ、皆さん、はい、はい、代表谷口正夫、おお、おー、はねちゃーい、デキブン、我々は無敵の突撃隊は敵陣近く切り込んで引き抜き受けて抜刀隊、大和魂貫いて、そして、そして、取り抜いて、勝って見せます。日本一、優勝、おお、ありがとうございます、素晴らしかったです、すごい、あ、ごめん、なんか接触だな、うん、あ、本当もう寿命ですねはい、じゃあそしたら、うん、いいよ、あ、ありがとう、置いちゃっていいよ、で、みんなどう、なんかまだやってみたいかなって言います、大丈夫かな、大丈夫、じゃあ大体終わった、あ、ちょっとさっきも言ったけど、これね、読むだけっていうか聞いてるだけでもいいです、聞いてるだけでもいいし、それだけでも波動上がるし、あと、なんか大きい声ね、その最初から何回も言ってるけど、出してって話じゃないから、これは、慣れてる人だ、こういうの出せる人はな、出せるし、何回もやってるとこういうこともできるようになるけど、自分なりのペースで全然構いません。だから、そんなね、最初から大きい声出そうとか、大声張り上げようっていうのは、これは、最初からやろうとしないでハードル高くなっちゃう人いるからね。我々は読むだけで全然 OK だと思ってます。それで、なんていう、車の中で一人で呼んでてもいいし、仲間で集まったら合撃って言って、合同でやっても全然やっぱ力は余計上がるしね。
で、これね、これ俺オリジナルでやってるんだけど、この攻撃。これ、最初にやったのと、みんなが終わった後、もう一回これ練習するのよ。8個。そうすると、なんかもっとね、読んでみようかなっていう感じになるから、みんなが読んだ後、また読むとちょっと違うよ。なんで、ちょっとね、みんなでもう一回、最後、練習しましょう。8個。いきますよ。OK。離れたいからね、いきまーす。ね、谷口さんも一緒にやってね。はい。はい、お願いいたします。はい。なんか音が出そう。あ、いや、大丈夫、大丈夫。今ね、うん、大丈夫。今、うん、そう、聞いてる、聞こえてるから、こっちがなんかね、調子が。はい、はい、じゃあ行きます。鼻痛い激文から行きます。せーの。鼻痛い激文我々、今日、突撃隊は、敵陣深く切り込んで、キルキ受けて、抜刀隊、大和を騙し、貫いて、持って、取って、取り抜いて、勝って、見せます、日本一。以上おー、じゃあ次が、アラムシャ隊劇部いきます。せーの。アラムシャ隊劇部。我々、無敵のアラムシャ隊は、仁義にかける派手姿、命をかけて、出陣のかけた誓いを妙に、勝って、勝ち抜いて、勝って、見せます、日本一。じゃあ次、混合隊劇部いきます。せーの。混合隊激文我々無敵の混合隊は闇を切り裂く火縄銃火薬の煙もうもうと見並ぶ豪傑よりすぐり勝って勝ち抜いてなって見せます日本一以上おじゃあ次、大魔神劇文いきます。せーの。大魔神劇文我ら無敵の大魔神荒れ来る海を押し渡り前に押し出す大筒も狙いたがわず炸裂し雄たけび上げて突き進み取って取りまくり勝って見せます日本一以上おーじゃあ裏行きます神風隊劇文行きますせーの神風隊劇文風を吹け波荒れよ我々無敵の神風隊は親方様をお守りしアシュラのごとく戦って赤い血を吹く向こう傷勝って勝ち抜いて取って見せます日本一以上おーじゃあ騎馬隊いきますせーの騎馬隊激文我々無敵の騎馬隊は毘沙門天の旗のもと真っ先かけて前進し、一番槍に輝いて、取って見せます日本一。以上おーじゃあ次、竜神隊劇文いきます。せーの。竜神隊劇文我々無敵の竜神隊は、親方様の命のもと、血が棚下げて切り込めば、骨は砕けて肉は飛び、攻めて攻め抜いて、なって見せます日本一。以上おーじゃあ次、はやぶさ隊劇文いきます。せーの。はやぶさ隊劇文我々無敵のはやぶさ隊は、親方様をお守りし、名誉にかけて突き進み、血の一滴の枯れるまで、攻めて攻め抜いて、絶対なります、日本一。以上おーということです。
ですね、この8個の劇文、好きなやつでいいから、1個読んでください。それと、あの、お店でね、こう出て一緒に劇文やったりすると、そう、ちかみちゃんのお店だったらポイントもらえるから、そのポイントっていうか、8個の劇文を1個ずつちかみちゃんのお店で読むと、あの、1個ずつポイントがもらえるよって、まぁ、ちょっと今ね、ちかみちゃんがその道場師範になってからの話になっちゃうんだけど、それはね、あの、後ほどの話になるけど、今、まあ、花屋隊の本部でやってるやつが出れてね、あの、一個ずつポイントもらえるし、俺の講演会でも一個ずつポイントもらえるよって話で、まあ、そんな感じでね、楽しくゲームみたいにやってるよって話だから、無理してね、そのみんなの前で言わなきゃいけないってこともないからね、自分なりに楽しくね、やってください。それと、じゃあこれね、ちょっと待って。また。これ最後に、じゃあ俺がね、さ、これがもう最後の、あの、締めになるんで、別れの儀ってやつがあるんで、これも、一度勝ち時が入るんで、ちょっとじゃあ軽く文面だけ読むね。別れの儀、この大役を果たし、感動を胸に、ふるさとへ帰らん。いつの日か、また会えることを願い。一度、勝ち時、えい、えい、おー、えい、えい、おー、えい、えい、おー、を一緒にやってください。大丈夫？じゃあね、そんな感じで。あ、ちょっと練習しようか、じゃあね。じゃあ練習、みんなもね、一度勝ち時のところ一緒に、えい、えい、おー言ってください。あのね、あの、谷口さんも一緒にね、やってください。はい、お願いします。別れの儀、この大役を果たし、感動を胸に、ふるさとへ帰らん。いつの日か、また会えることを願い。一度、勝ち時、えい、えい、おー、えい、えい、おー、えい、えい、おー、以上、となりますんで、みんなこの時にね、この勝ち時ってのはもう戦に勝ったんだって気持ちでやってください。なんの戦かわかんないけど、とにかく勝ったんだというか、なるほど、とにかく勝ったんだぞ、みたいな感じの気持ちでやってください。じゃあ行きます。じゃあ、ちかみちゃんまた名前呼んでもらっていいですか？代表鈴木達也で、はい。わあ！おお！別れの儀！この大役を果たす！感動を胸に！ふるさとへ帰らん！いつの日か、また会えることを願い！一度、勝ち時！えい！えい！おお！谷口さんもありがとうね、はい、ありがとうございました。谷口さんね、いるからちょっと最初バイバイしましょうか。あ、牧ちゃんもありがとうね。あ、ちょっとなんかスピーカーの調子が悪いからね。すいません、どうもありがとうございました。あ、ごめんね、ありがとう。ちょっと待ってね。ありがとうございます。ありがとうね、谷口さん、ありがとう。牧ちゃんもありがとうね、はい、ありがとうございました。うん、そう、ごめんなさい、スピーカーが調子悪いです。ごめんなさいね。じゃあ皆さん、あの、5-4-3-2-1で谷口さんとバイバイ、マキちゃんとね、一緒にバイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ちょっとね、スピーカーが壊れちゃったんで、ちっちゃい声で聞こえてる。はい。いくよ、せーの。ありがとうございます。4-3-2-1、バイバーイ。ありがとうございました。またね。谷口さん、いつもありがとう。マキちゃんもありがとう。はい。はーい。